おはぴよー、どうも、ひなぴよーです。それでは本日も、こくらせエピソード4をやっていきたいと思います。前回ね、ちょっとガクガクしてて、結構短めになっちゃったような気がするんですけど、いやー、あの後ね、ちょっと再起動かけてみたら、更新がね、パソコンの更新が入っておりまして、そのせいでちょっといつもよりガクガクしたのかなって思ったんで、今回は多分大丈夫だと思います。多少でもやっぱこのこくらせ4は重たい気がするね。じゃあ、カンタくんがちょっと出てきたところで、あと一替えするよってとこだね。ゲンゲンと、永田くんね。変えれるけど、どうしよう。じゃあ、ゲンゲンから行こう。やっぱり重たい。あ、来た来た来た。ここのパン、早く来ないとなくなっちゃうんだよ。ゲンだけになってる。さ、パンも買ったし、帰るか。さあ、帰ろう。居心地のいい屋上へ。オッケー。そこの男子、待って。これ、たまちゃんじゃない？どう？ん？来たー！やった。君が秋葉源氏くんか。いたって平凡に見えるけど。誰？私は君と同じ普通科1年、放送部の代々木たま。よろしく。なれなれしいな。で、何か用？私、君にちょっと興味があるのよね。もっと知りたいなーって。ああ、この頃のたまちゃんはちょっとグラフィックが違うね。かわいいなー。あれかな？ヘッドホンの色がちょっと違う？またか。それ、告白なの？そうじゃないわよ。君のやってることに興味あるの。よくわかんないけど。じゃあ、忙しいので。待って、面白いことやってるみたいね、特化の人たちと。特化？何のこと？特化に知り合いはいないよ。へえ、知り合いはいないの？ああ、いない。でも私、特化のあの人から君のことを聞いたのよ。あの人？何それ？可愛いわよね。惚れちゃったんじゃない？なんか、鎌かけまくってんな。釜をかけるタマちゃんと、白を切るゲンゲン。僕の話を特化生から聞いた？ありえないね。あら？私が特化生から情報を得たらおかしいかしら？おかしいよ。だって彼女、こっちにも時々来てるじゃないの。知らんね。君と同じタイミングで屋上に。私偶然それを見つけて、会ってるんでしょ？来たことないね、そんな人なんか。でも彼女が帰る時に呼び止めて、ちょっと話したのよ、君のこと。そりゃ嘘だな。なんで？あ、彼女は口が固いって信用してるんでしょ。甘い甘い。女は見かけによらないものよ。無口そうに見えて案外おしゃべりだったり。確かに人を見下すような雰囲気があるわ。でも私なら仲良くなれるの。あ、焼いてる？そうじゃない。何何？膨れつらしてるけど、彼女君には心を開いてないもんね。膨れつらしてんの？ゲンゲン。ぷくって？かわいいね。彼女に関する情報、もっと教えてあげよっか。知りたいんでしょ？僕はそんな特化性を知らない。見たこともない。言ったろ？特化に知り合いはいない。チェ、引っかからなかったか？彼女との関係、あくまで認めないのね。何言ってんのかわかんないね。いいわ、今日は引き下がる。でもまた会いたいわね、秋葉くん。会えばジュースでもおごってくれるのかね。じゃあね、秋葉源氏くん。なんだよ、あいつ。メグとは別の意味で苦手なタイプだな。あららら、あららら、ら。なんかもう、嬉しくなっちゃうね、この、まだまだ関係が築けていないこの二人の関係と、メグちゃんとタマちゃんのこの微妙な関係図を見ると。じゃあちょっとタマちゃん出てるけど、最初永田くんにしようか。青春の素晴らしさを知っているか、若さの貴重さを。ああ、少し喉が枯れたな。どれ休憩と行くか。ひそひそ。やっと終わったわよ。
ようやく外に出れるわ。ほんとうっとうしい。そうだね、知ってる？噂で聞いたんだけど。何何？どっかのどこかに隠された部屋があるらしいの。それ左下のことでしょ、このなんかツタで絡まってるとこ。隠された部屋？どうして？何があるの？生徒に知られちゃまずいものがあるからって先生たちが隠してるみたい。そんな部屋本当にあるのかしら。ま、ただの噂よね。体制側が我々に隠している部屋だと暴かねばならんな。ああ、隠された部屋とはどこにあるのだ。ここじゃね。ん、ここツタに覆われているが怪しいな。この場所怪しいぞ。ここに隠された部屋が左上にこれ四ツ谷くんじゃないの。あ、違った、市ヶ谷くんか。あー、じゃあまずタマちゃん行こう。なかなか隙を見せないな。面白い。でも秋葉くん、君が屋上に行ってるってことは否定しなかったわね。一般生徒が屋上に行ってるってこと、結構事件なのよね。あ、そうなんだっけ。あ、これか。人目につかないのは屋上かな。鍵かかってるけど。屋上は施錠され立ち入り禁止。やっぱ彼何かやってるわ。そしたら教師の中にも彼の協力者がいそうね。こりゃどんどん面白くなっていくわね。楽しそうだね、たまちゃん。いいね、私も楽しいわそれ。人変えで、じゃあ市ヶ谷くん。どっか急げ、今日こそはヌルテカ作戦を成功させるのだ。オッケー、任せろ。市ヶ谷いた。あ、間違え、四ツ谷だったこいつ。市ヶ谷、今度こそは。おう、行くぞ。ん、おい貴様何をしてるんだ。ん、ああ、諸君だか。人を日陰者扱いしといて貴様もやっとることは変わらんではないか。は、はあ、そうだな。爽やかに返事を返すな。いやな、俺は真実を知りたいと思っているだけなのだ。真実だと？なんだそれは。この羽里高校には隠された部屋があるらしい。隠し部屋だと？そんなものは存在するわけが。俺もそう思っていたが、伝説によるとかつての羽里にはよっと。おう、なんだ、下の後ろから扉のようなものが。なんか後ろで誰か取ってったね。どうだ翔くん、入ってみる勇気はあるか。いや、バカにするな。羽里の暗黒物質四ツ谷はそんな闇など恐れませぬ。勝手に通り名をつけるなよ。よし、俺は行く。諸君らは興味があるなら来たまえ。行くか。ううん。バカにするな。四ツ谷はどんな時も、どんな闇も恐れませぬ。お、ああ、来た来た。さっき後ろ通ったのこの人か。ちょっと待って、その前に一回セーブしましょう。人変えで、中野ひろみつさんね。キャプテン、俺たちの活動はどうなるんですか。顔面コロナデクばかりだここは。どんな感じだったか忘れちゃった。あれ、コウジさんの声どんな感じだったっけ。ちょっとトイレ休憩挟みました。顔面コロナデクばかりだここは。こんな感じだったっけ、コウジさんの声。もっと根性出しましょうよ。やればできますよ。しかしな、闇雲ではどうにもならんよ。何言ってんすか？下手ったんすか？俺はキャプテンのこと信じて。なんか、待って、音がビリビリいってる気がする。大丈夫かな？ちょっと待ってね。わかったわかった。もう一度先生に頼んでみよう。雑魚を相手にしてちゃダメっすよ。黒幕を叩かなきゃ。ああ、そうだな。じゃあ頼みましたよ、キャプテン。やれやれ。相変わらずの熱血感だな。頼もしくもあるが。しかし、彼も演劇部の活動を禁止され、うっせきしているようだな。何としても活動再開の許可を勝ち取らなくては。最大の敵は、そう。特化で、絶大な権力を持つ教師、大久保ゴン太先生だ。あれ？
この人なんかね、知ってるかも、私。今はね、ちょっと、プレイできないんですけど、確かね、無印版の小倉瀬に出てきてた先生だった気がしますね。違ったかな？行くぞ。あれ違うかもしれないな。どうだったかな？大久保先生に、直談判だ。ここをまっすぐ行った職員室へ。オッケー。これ多分、この人多分ね、芝居したら変わる人でしょ。絶対。行くよ。あれ？進めない。ちょっと待って。はい。行きますよーん。あ、いたわ。先生、お話があります。演劇部について。うわ、怖っ。何この人。どうしようかな。勉学に関係ないなら、後にしろ。待ってください。演劇部の活動を禁止したの、大久保先生ですね。演劇部？知らんな。まあ、活動停止になった部はたくさんある。演劇部もその一つだったかもな。なぜそんな、学生生活に影を落とすようなことを。影だ？補習を増やしてやったからだろ。お前らの進学のためだ。感謝しろ。ありがとうございます。このクソ忙しい時に、劣等生のくせにくだらんことで引き止めるな。ダメだ。俺では先生を説得することはできない。ならば、隠れて活動するのみだ。どこで活動できるだろう。伸び伸びできて迷惑がかからない。この先にあるゴミ捨て場なんかどうだ。行ってみようか。どこか演劇部の活動ができる場所。この先のゴミ捨て場に行ってみるか。オッケー。ここに、今、待って、こっち、ちょっと。うん、ここはいいかもしれないな。奥まで行ってみよう。ちょっと待って、戻れない。あ、戻れねえ。これ誰？カンタ君いたよね、多分ね、さっきね。違うかな。ゴミ捨て場の、ゴミ捨て場近くは人気もない。絶好の活動場所じゃないか。いや、ここに人気がいるよ。はい。いいね。よし、ここを活動拠点とする。部員を集めよう。早速なんちゃらかんちゃらって言った。そして数日が過ぎ。源氏よ、メグちゃん来てねえじゃねえか。来なくて結構。ああ、おじさん寂しいね。可愛いあの子ともっと遊びたいよ。おお、そうだ。注文しといたものは届いたってよ。売店に行け、源氏。なんでおっさんが知ってんだよ。まあまあ、便宜を図っといてやったから。便宜ね。まあ行くか。これ便宜で合ってるよね。違ったら恥ずかしい。さ、俺もやることがあんだよ。もうちょっと後で行くか。なんかさ、今回おっさん多くない？このおっさんと、その大久保ゴンター先生と、あと、魚住先生。ちょっとおっさんの使い分け難しいんだけど。できてる？じゃあ、玄玄と永田くんに変えれるけど、じゃあ最初玄玄行こうか。運動部横の多目的棟に行こう。売店に注文の品が届いているはずだ。オッケー。どうも、おばちゃん。おばさん、ああ、キマさんだね。注文の品届いてるよ。そうですか。ほれ、袋に入れてあるから、人目は気にしなくていいようにね。どうも。お金はもらってるからね。若いっていいね。それじゃあ、なんか勘違いされてない？検証にしちゃでかいな。ありゃ。おばさん、勘違いで張り切りすぎだよ。まあ、活用はできる。じゃあ、メグも呼ばないとな。でも、そんなに都合よくメグに会えるかな。ほら。なに、メグちゃんと会いたいの？あれ、いけない。なるほど、都合よくメグちゃんに会うためにメグちゃんを動かすのかな？あ、いるね。じゃあ、どうしようかな。最初、永田くんにしよう。羽里の隠れた青春の秘密を探るのだ。あ、そうだった。ちょっと話しかけられる？これ二人に。あ、話しかけられないわ。今回のショー話しかけられないんだね。カビ臭いな。暗すぎて何も見えんぞ。
なんだ、ここは。書庫？ああ、これが、隠蔽された羽里の自由がここに。羽里の自由だと？ああ、生徒の目に触れて困るものといえば、羽里の自由の歴史に違いない。探そう、暗闇だが。四ツ谷は目が利くぞ。え、俺？この緊迫感、躍動感も青春の1ページだな。なるほど。結構いろんな、いろんな時間軸で、いろんな人が行動してるね。あ、てか、この永田くん読んでなかったね。爽やかハンサム永田。特別化。うんね。内緒。暑苦しくモテない。かっこ気にしない。エフェクトが出るほど眩しい。熱血感。体育会系。青春王家。キラキラしている。いや、この頃の永田くんはこんなにもキラキラしていたというのに。なぜあんなにダミ声男子になってしまったのか。じゃあ、まあ、四ツ谷くんに変えれるが、まあ、一回じゃあ四ツ谷くんに変えようか。こっち進めようか。四ツ谷、常に闇に包まれしネクラのお前なら、こんな暗さなど造作もない。一ヶ谷、お前たまにしれっとひどいこと言うよな。頼むぞ、四ツ谷くん。たく。何か怪しげなものを見つければいいのだろう。なるほど。探索しろってことね。ちょっと待って。これさ、歩くときはめちゃめちゃゆっくりだけどさ、走るとめちゃめちゃ速くて操作が効かないからさ、探索がちょっと難しいわ。なんもないね、今んとこね。何、怪しいものってどれだろうね。とりあえずこの本棚にはなさそう。これか？ん？おい、これ、羽里高校、なんて読むのこれ。ちょっと、の、え、ちょっと調べますね。あ、これ、起用って読むらしいですよ。大学研究所などで定期的に出す刊行物。あ、なるほどね。生徒総会とか、そういう時の、学校新聞みたいなもんですね、多分ね。はい。羽里高校起用ね。おお、外に出て読んでみよう。ここではよく読めぬな。なるほどね。あ、で、ここで次また永田くんか。一回じゃあ進めるとこまでこっち進めちゃおうか。嫉妬激励隊の三人組ね。どれ？ふむ。かつて存在したサネタ、かつて存在した羽里の自由。読めない。また読めない漢字が出てきた。あー、これ、自由、活達と読むらしいです。なんか私読めてたわ、これ。自由、活達とは、思いのままに伸び伸びとしている様子。活達は心が広く物事にこだわらない様子。なるほど。一ヶ谷くんと四ツ谷くんの漢字勉強講座でした。かつて存在した羽里の自由活達な校風の記録と。中を読んでみるか。創立記念日は生徒たちの祭典であった。彼らは自らの主張を込めた演劇を披露した。演劇？演劇は行動で行われ、そこにはしばし学校や大人に対する批判も込められた。黙認を続けた教師たちも、やがて演劇を規制するようになり、ついに。演劇は禁止されたというわけか。やはり、伝説は誠だったようだな。行動というのは、今は朽ち果てた旧行動のことだな。ああ。お、記事の後ろに続くこれが台本らしいな。少しの間借りておこう。しかし、こんなこと知ってどうする？取り戻すのだ。輝かしき自由の歴史を、現在の羽里特化に。演劇を復活させるというのか？くだらぬ。貴様一人で何ができるというのだ。青春の爆発力を過小評価するな。やればできる。貴様が何をしようと知ったことではないわ。せいぜい頑張れよ。諸君らもやってみる気はないか？旧行動と演劇の復活を。お断りだ。さらばだ。うん。俺は一人でもやる。愛と青春の日々を、羽里特化生の手に。あら、こんなに激アツな男だったのね。青春時代、やはり羽里にもあったのだ。はあ。このピーネンってさ、何、留年してない？大丈夫？じゃあ、おっさん、秋葉源氏、水道橋、メグ、帰れるけど、じゃあ、おっさんから行こう。
よっしゃ、俺はメグちゃんのために準備しとくか。準備ったら放送室だよな。よし、2階に行くか。あ、ここ3階だった。3階からここだな、放送室。あら、誰もいない。しめしめ、誰もいねえや。戸棚を漁らせてもらうぜ。ちょっと戸棚を漁らせてもらうぜ。オッケー。真ん中じゃない？ここ、ここでしょ。どれどれ。お、あった。有効に使わせてもらうぜ。まだいねえな。源氏のやつ、メグちゃん連れてくるかな。あ、おっさん喋るときさ、顎出るんだわ。じゃあ、源行く？あ、ちょっと待って。源は今はいいんだ。メグちゃんを連れてくるのか。源氏、私、あなたに期待しているのよ。あら。この時は源氏呼びだ。源氏。はぁ、なにこの関係、ちょっともう。どうしよう、楽しい。用がある。例の場所へ。わかったわ。さあ、屋上へ戻るか。メグは後から来るはずだ。うん、戻ってきたね。おっさん、売店の取り寄せ品のこと、知ってたな。ええ、でも頼んだのお前だろ。どうする計画なんだ。いや、計画じゃないって。メグが来るまで待つか。オッケー、じゃあメグちゃん行こう。行こう。普通科屋上へ。源氏、何か用？もう勝手に行ってくれるわ。お、メグちゃんが来た。早速計画実行だな。いいよ。計画ってことにしとく。メグ、これ制服。着てみて。おお、いろいろあるね。ビデオカメラ持ってきてよかったぜ。なぜそれを着る必要が？それが依頼と何の関係があるというの？さあね。いいわ、着てあげる。こんな馬鹿げた衣装に着替えて、本当に意味のあることなの？何？メグのポージング。源氏がメグにポーズを指示するぞ。彼の言う通りに矢印キーを押そう。降ってくるハートが尽きる前にポーズを決めるんだ。正しいキーを押せばハートの色が濃くなっていくぞ。これセーブしたいんだけど。かがむには下キー、伸びをするには上キー、決め台詞は決定キーだ。源氏の指示をよく考えてキーを押そう。メグが着る衣装は全部で4着。彼女の魅力を引き出そう。セーブ、あ、よし、オッケーオッケー、セーブさせてもらえた。何、かわいい BGM だね。背筋伸ばして、右に傾いて、左から振り向いて。それ、決め台詞、はい。お注射します。じっとしててくださいね。あら、ナース服。しゃがんで、背筋伸ばして、左向いて、上半身前方に伸ばして、左に傾きすぎ。あー、しゃがんで背筋伸ばして左向いて上半身を前方に伸ばして左に傾きすぎ。え？あ、まあ、ごめんごめんごめん。すいません。すいません。これパーフェクトやりたかったなぁ。ちょっと、これパーフェクトのボーナスとかあんのかな？いくぞ。しゃがんで背筋伸ばして左向いて上半身を前方に回して、右にするんだ。それ決め台詞、オッケー。先輩、これからどこか遊びに行きません？あら。右肩寄せて、左肩寄せて、かがんで上目遣いで背筋伸ばして、左足出して、それで決め台詞。お帰りなさいませ、ご主人様。何言わせてんの？しゃがんで左に傾いて、見下ろして、右腕出して、左腕を、あー、間違ったー。左腕そのままか。ちょっと早いよ。しゃがんで左に傾いて、見下ろして、右腕出して、左腕、右にかしげて、あー、まだあんの？もう一回やるよ。しゃがんで左に傾いて、見下ろして、右腕出して、右にかしげて、体をもっと低くして、背筋伸ばして、左手をもっと出して、もっと、それに決め台詞、オッケー、来た！こんなに私を酔わせて、どうするつもりなの？どういうつもりなの？チャイナ服来たね。何このボーナスショットだらけ。え？おっさんがただ喜ぶだけでは？大丈夫？ちょっと、セーブしましたけど、おっさん。うわ、いいね、めぐちゃん、最高だよ。おっさん、やっぱりビデオカメラ持ってきてたな。おお、こんな可愛い子ちゃん、撮影しないともったいねえだろ。おっと、そんなに怒るなよ、可愛い顔が台無しだ。別に怒ってないわ、この奇妙な着せ替えについても。
そうそう、ほらメグちゃん、笑って。大した女優だね、メグは。プロ、ん?大した女優だね、メグは。プロ顔負けの演技だ。ありがとうございます。ありがとうございます。どういたしまして。あ?あ?魅力的に撮ってあげるよ、メグちゃん。おっさん、ただの変態では。人を変えて、じゃあ、ゲンゲン。もういいかしら。いいよ、ご苦労さん。ゲンジ、私で遊んでいる暇があったら、もっと真剣に動いてはどうかしら。あなたが何を考えているのか、私にはよくわからないわ。そもそも依頼を受けたとも言ってない。いいえ、あなたは私を忘れたりはしない。メグも相当の自信家だね。いや、うぬぼれ屋か。私の依頼、適当に扱われては困る。しっかりして。もう僕に構うなよ。期待外れかしら。レンの方が私にはふさわしいよね。いやいや、依頼はちゃんと受けたから。ね、ゲンジ。じゃあ、おっさんがやればいいさ。いいわ。あなたがその気なら、私はもう来ない。もう少し骨のある男かと思っていたわ。買いかぶりすぎていたようね。おいおい、そんなに怒るなよ、メグちゃん。それじゃ。バカ、せっかくサービスしてくれたのに、褒めないから怒っちまったぞ。身勝手な女は勝手に怒らせとけばいいさ。見返りは今もらったし。うん、いい絵が撮れたな、ゲンジ。存分に利用させてもらうよ。何利用って。何に利用すんの、おっさん。おっさん、服も持ってっちゃったよ。うん。何が期待外れだよ。僕だって本気になりゃ。ああ、嫌な女だ。ほんと嫌な女。チェ。何もう楽しい。それでゲンジどうすんだ。メグちゃんもう来てくれないぞ。さあね。僕も本気になりゃできるぞっつってねえ。何、メグちゃん煽るのが上手だね。あー楽しい。こんなところでぼさっとしてていいのか。メグちゃんも相手もみんな特化だぜ。おっさんもたまには役に立ってよ。俺は無理だね。特化には出入り禁止。ま、おっさんならそうかもな。で、特化の情報をどうやって集めんだ。そんなのこっちが聞きたいよ。しょうがねえな。アドバイスしてやるよ。特化の情報を集め、俺たちができねえなら。あら、あ、違う、琴ノ葉か。これ?特化のことは特化の人間に聞きな。あ、来た来た来た。特化を嗅ぎ回れる仲間を作れ。特化に知り合いはいないんでね。普通科にはいるだろ?頼れそうなのか誰か。いないね。僕は存在感のない生徒なんで。こないだ会った女の子、あの子に聞けや。ゲンジの野郎、モテモテじゃねえか。たまちゃんのことかな?こないだ会った女の子?メグじゃないなら誰だ?これか?彼女に関する情報、もっと教えてあげよっか。知りたいんでしょ?あ、違うのか。あれ?こっちかな?いいわ、今日は引き騒がる。でもまた会いたいわね、秋葉くん。こっちか。代々木タマか。くせ者だな。よし、そうしろ。可愛い子と近づきになれていいね。ほんとだよね。いいよね、ほんとね。羨ましいよ、ゲンゲン。おっさんはくだらないことしか言わないね。代々木か。気が進まないけど、彼女を探すか。オッケー。この頃のゲンゲンめっちゃ可愛いんだけど。おっさんのやつ、まだ依頼を果たす気でいるよ。まったく。特化に仲間か。確かにスパイは必要だ。八王子の動きがわかるかも。代々木タマ。あいつ苦手なタイプなんだよね。じゃ、仕方ない。協力は仰ぐか。あら、どこにいるんだろう、代々木。探すか。タマちゃん、出番だよ。そろそろじゃないかしら、彼。あ、来た。代々木。
そろそろかなって思ってたわよ、秋葉源氏くん。ちょっと聞きたいことがあってさ。何？秋葉くんが探ってる特化生のこと？ここじゃちょっと。いいわ、放送室に来て。あそこなら誰もいない。で、秋葉くん、早速だけど、私も君に聞きたいことがあるのよね。大丈夫、秘密は守ってあげる。君が騒ぎを起こさないと面白くないもの。しょうがないな、あの言葉を使おっと。 ABC か。 ABC どう？話す気になった？いいよ、わかったよ。そうだよ、代々木の考えてる通りだ。たまでいいわ。じゃあ、噂の告白受け負い人って君ね。ああ。すっごく評判悪いみたいね。そんなのどうだっていいさ。で、君の聞きたいことって？まず第一、僕らの仲間になる気はないか？たま賢そうだし。却下。はい、次。第二、特化に使えそうな知り合いはいないか？使えそう？どういう意味？お人よしで純粋で流されやすい、そういう物分かりのいい人間。は、永田くん大丈夫かな？いるわ、知り合いじゃないけど、すぐに知り合いになってあげる。お、その子を使って特化の転入生を探る気ね。仲間でもないたまにこっちの意図を教える義理はないね。振られて悔しいのに。ま、こっちもただじゃやらないわよ。いくら出せばいいんだ？お金はいらないわ。そうね、ジュース3本。なんだ、安上がりだな。何十本でも持ってきてやるよ。これがだんだんツケになっていくんだね。あら、そりゃ嬉しいわね。これからもよろしくね、秋葉くん。仲間じゃないだろ、慣れ慣れしくしない、慣れ慣れしくしないでくれ。そんなこと言っちゃって、君これからも私を頼るようになるわよ。その通り。はいはい。告白受け負い人、やっぱり秋葉くんだった。たまちゃん冴えてる。彼のお願い聞いて歌詞を作っとかなきゃ。これから面白くなるわね。よしっと、じゃあどっかに行きましょ。いたいた、あの子。お人よしで単純で今回の騒動にぴったりの人材。どっかへお人よしを引き込んじゃおっと。あれ、動けない。あ、出てた。ねえ、ちょっといい？ときめき女子。ん？なんです？特化の、ん？普通科の人？あなた演芸部の。全然知らない人だった。永田くんのこと騙すんだと思った。ええ、1年。うええめぐみちゃんかい。ええ、1年、ねじろめぐみです。何か？ときめき女子だったの？私、放送部1年、代々木多摩。特化の綺麗なお庭を取材したくて、下見をと。ああ、そうだったのね。どうしよう。この頃のめぐみちゃんなんか可愛いぞ。まあ、今も可愛いですけど、この頃のめぐみちゃんなんか一段と可愛い。まだ今のさ、なんか高飛車な感じあんまないね。ときめき女子だから。うん。ああ、そうだったのね。どうしよう。ああ、そうだったのね。うん、案内してあげる。ありがとう。特化の中って入りづらいから助かるわ。いえいえ、こっちよ。この道路をまっすぐ行った突き当たりにあるの。この道路をずーっと行った先に、あ、こう通路か。通路をずーっと行った先に花壇があるのね。どうしよう、めぐみちゃんの可愛い頃の声が全然なんかイメージと違うぞ。あ、待って、めぐちゃんのやつ、めぐちゃんじゃねえ、あれ、たまちゃんのやつ見とこうか。羽里放送部員、代々木たま。普通科1年、情報屋。いつもメモ帳とペンを持っている。情報のためならばどこにでも走る。サバサバした性格、星の髪飾り、情報量ジュース、うさんくさい。あ、うさんくさいんだ。でも確かになんかこの頃、ちょっと目つきが、キリッとなんかしてるね。花壇ね。あ、なんかまたやっとるわ、永田くんが。ん？花壇こっちか。うわー、綺麗。それにしても特化の人たちってロボットみたいよね。
学校楽しいのかしら。そんな人ばっかりじゃないのよ。あ、目白さんは違うけどね、可愛いし、モテるんじゃない？そんなこと。特化の人たちも恋とかするのかしら。するわよ。自分の気持ちに気づいていなくても、運命の赤い糸はちゃんと。赤い糸？え、恋仲になるって必然の事象だと思うの。私もそう思うわ。お似合いの人たちって旗から見ても明らかだもん。ね、ね、そうでしょ。あなた聡明な人ね。ありがとう。じゃあさ、恋の話についてめぐみさんに相談に乗ってもらおうかな。いいわ。何？食いついてきたわね。じゃああれについての突っ込んだ話を。いやー、利用されててかわいそう。これでみんなひねくれてっちゃうのか。これか。彼女に関する情報をもっと教えてあげようか、知りたいんでしょう。最近特化に転入してきたこと仲良くなったんだけど、どうやらその子好きな人がいるらしいの。相手が誰なのか私はよくわかんないけど、協力してあげたくて。そうね、協力してあげましょう。ありがとう。実は他の人にも相談したの。普通科の秋葉源氏って人。秋葉くん？彼も赤い糸のために奮闘するんだって。きっと彼とも会うことになるわ。秋葉くん、普通科にもそんな素敵な考えを持つ人がいるのね。あ、もう行かなきゃ。案内ありがとう。じゃ、うん、またね。よし、戻ろっかな。もう、めぐみちゃん、かわいそう。これでよしっと。めじろさんとお近づきになれたわ。あとは、秋葉くんに動いてもらおっと。ん？なんだ？いやー、俺、今日塾あるんすよ。キャプテンの趣味に付き合ってられないっすよ。そうか。活動停止の演劇部なんかに、未練はないんだな。なんであんなに熱血感だったのに、かわいそう。活動停止の演劇部？特化に演劇部なんかあったのね。まあ、関係ないか。次は秋葉くんが動く番よ。はい、ということでじゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。そうね、次、中野浩二さんになるけど、演劇部なくなるのちょっともったいないよね。私はなんか芝居するのすごい好きだから、演劇部がなくなっちゃうっていう言葉だけでちょっと悲しいからさ、なんとかなってほしいんだけどね。あの、大久保ゴンダってやつなんとかならんかね。ということで、また次回、おつぴよでーす。いやー、みんなの関係性が可愛い。